確かに静かだよね、プリウスはね。快適っすね。サンマル系に行ったっていうのはやっぱりそのデザインとかってこと？そうですね、いろいろデザインとか。やばい、あと実際に乗ってみて。そうっすね、実際乗ってみて、うん、いい感じやなと思って。友達のやつが。どのあたりが良かったんですか？どのあたり、基本デザインっすね。この30系の。そうっす、バックカメラもついてんだ。バックカメラついてます。ブラックアイの車高調だ。結構硬い。ブラックアイですか？はい、そんな硬くないっすね。そんな全然乗り心地は大丈夫な。大丈夫ですね。彼女もこれぐらいだとオッケー。オッケー。あ、よかったですね。でもこれ以上やると乗らねえよって言われて、うん、まずいっすね。それはまずいっすね。まずいっす。怒られちゃうんです。怒られます。うん、いやあ、よかったですね。よかったっす。念願の。念願の。念願です。やっぱりセダンが恋しくなっちゃう。まあセダンもね、セダンの良さもあるし。良さあるんで。うん。まあ物足りないっちゃ物足りないですね。前の車に比べて。あ、どのあたりが？速さもそうですし。21クラウンはあるか、2.5 ハイブリッドで。あ、そうです。まあパワーもね、それなりに。良かったっすね。あってね。速かったっす。あれはね。それよりはパワーがない感じ。あ、全然ないっすね。10.8 でしたっけ、これ。10.8 です。まあ排気量違うからね。それもそうっすね。まあそこから燃費が良かったりね。あ、めっちゃいいですね。学生にとってはほらね、やっぱり。いや、快適です。助かりますよね。助かります。まだほら、若いから、ね、どんなんでも先々ほら、ね、乗り換えもできるし。そうっすね。ね。よかったっすね。確かに快適だわ。快適っすね。全然乗り心地も悪くなくて。車高調どこで見つけたんですか？車高調は、まあ、知り合いの方から買いました。ああ、よかったですね。レザーがまたいいじゃない、これ。そうなんですよ。ふかふかなんですよ。ねえ。相場ってどのくらいなんですか、このまあ走行距離で。後期型？もうちょい上なんですか？でも130とか。まあ130、40ぐらいあたりを。あたりなんですね。ああ。やっぱ未だに乗りたい人いますからね。え、結構多いっすよ。あ、この形がいいとかね。そうっす、そうっす。なんかお金も走ってるし。そうっすね、うん、よく見ますもんね、まだね。見ます、全然多いっす。なんか車屋さんの話から聞いたんですけど、はいはい、これ買ったら、うん、これ買って車検通しに行くときに、うん、周りの人からこれ売ってくれよって言われたみたいな。ああ。その上のね、グレードの後期っていう。あ、そうそうそう。まあそういう人もいるだろうね。そうっす、なかなか珍しいんで。あ、そうですか。珍しいっす、全然ないっす。数がないっすね。そうっすね。プリウスだったらどうしても S か S ツーリングあたり行っちゃうんで、うん、ああ。これなんていう名前なの？これ G ツーリングです。あ、じゃあ一番上っていうのはね、一番上です。トヨタの一番上ですね。これだったらいいやね。もう全然快適っすよ。プリクラついてるし。ああ、じゃあそれもオプションなんですか？もともとなんかもしれない。いや、多分オプションなんですよ。ああ、こんな感じで可愛いっすよ。ああ、本当だ。いいっすね。出るんすね。そうっす。満足度はじゃあかなり高いって感じですね。高いっすね。装備とかってついてるんですか？プリウス。プリウスですか？はい。シートヒーターついてます。スイッチ。スイッチが、あ、下なんですか？もう下に。あ、本当だ。これも全然ないんで。ああ、はいはいはい。まずレザーが少ないですかね？少ないです、少ないです。ね、まだでもやりたいことだらけですね。まあ何やるの？あと、まあ、キャンバーつけて、キャンバープレート、後ろをつけて。それでか結構できるんですか？6度ぐらいつくんで。あ、15ですね。
通常の重量あとはなんかスムージングスのナンバーのスムージングと、うん、後ろのガーニッシュっていうんですけど、はいはいはい、あれのスムージングとかまさかのですよね。自分もびっくりしましたね。まあでも何がきっかけかっていうのは分かんないじゃないですか、うんうんうん、だって自分なんかもたまたま買ってずっと乗ってるわけですけど、セルシオも。だから何か縁があってこうね、乗るとかっていうんで、はいはい、結構変わりますからね。そうっすよ。あ、まあ大事なことっすよ、それも。乗ってみないとわからないっすよ、ね。わかんないっす。何の車もそうなんですよ、うん。なんか乗らずして語るなっていうところはありますよね。よね、この車で改めて思いましたね。この時、規制車きついてます。ああ、いいっすね。後ろなんですけど。後ろにね。そんな感じです。あ、そんな感じね。はい。あ、上？あ、そうっす。上っす。これなんだ。さっきからウィーンって言ってるのは、はいはい、あの上のやつです。それもじゃあオプションですね。オプションです。ね。